はい、ヤンズちゃん、おはよう。今のしおんくん、あんずちゃん、ちゃこちゃんの、3匹の中ではやっぱりあんずちゃんが大人になってからですね、1歳2ヶ月3ヶ月ぐらいでうちに来たので、慣れ方としては一番遅くなり始めてるかな。ちゃこちゃんはまだ4ヶ月ということで無邪気なところがあり、多少なんかいろいろ来る直前にですね、あったようですが、ここで安心して生活ができるという形になった時に、子供らしさみたいなものが、発揮されてですね、今もこんな風に一人遊びをしています。アンズちゃんもケージの中では一人遊びするんですが、今日あたりちゃこちゃんは、クロケンパパの指と遊んだりとかですね、おもちゃで一緒に遊んだりできました。ただあんずちゃんの場合はこのくらいが限界ですね。マオイママがご飯の時に撫でたりしているとか、あとはちょっと撫でてる時に、出れる体制になったっていうのはあるんですが、まだまだこれからっていう感じです。どうもちゃこちゃんのデビューが早くなるかな。そして、問題って言っちゃかわいそうかな、しおんくんですね。しおんくんは全然もう完全に慣れてですね、どちらかというと、我が家ではべったりな子になり始めていますが、譲渡会に行くとですね、固まってしまうという、結果を今のところ生んでいます。ただ、今回の4度目の譲渡会で一つだけ、成果があったのが、前にも言いましたが、若い女性ですねが顎を撫でてくれたりとか、ちょっと触ってくれたりすることを、容認しているというか、もちろんですね、どんな人が触っても、反撃したり、嫌がったりしないんですけれども、どちらかというとこう固まってるような感じなんですね。でそれが、気持ちよさそうにしているっていうのが、これね、若い女性っていうふうに言ってましたが、よく考えたら穏やかな若い女性でした。口数のあまり多くないですね、静かなタイプの女性だったので、これポイントあるかもしれないですね。あまりわーわー騒がずに、そーっと、女性に投げ撫でてもらうっていうのを、したらいいのかもしれないですね。クロケン&マオイ家にはあまり来客がないんですよね。なので、この2人以外の人との接触が今までありませんでした、あまりね。ということは、譲渡会に行って初めて、それ以外の人間に会うというようなことが、起きています。そこで、そこに来ている人たちが穏やかに撫でてくれるっていう、特にですね、その男性はちょっと怖いみたいなので、
女性であること、これが突破口になるような気がするんですよね。年配の方に関してはちょっと失礼に当たるかもしれないんですけれども、ちょっと声が大きいのと、よく喋られる方が多いですよね。でそういうことからすると、まあ、年配でも、ちょっと穏やかに撫でてくださいみたいな形を取ればいいんでしょうけど、ああいう現場ではですね、ちょっとなんかやっぱり言いにくいというか、失礼に当たっちゃうかなと思うので、次回も今回ちょうど良かったその女性というのがスタッフの側のボランティアの方だったので、次回もし来ているようだったらまたお願いしようかなと。でまたはその他の、スタッフの方の中でもですね、事情を話して、やってみてもらおうかなと。これもまた一つの実験なんですけれども、シオン君がケージの中で、お客さんと目を合わすようになると。その女性とはですね、目をちゃんと合わせて見つめ合ったりしたんですよね。ジャン君ね、シオン君ね、クロケンパパ、マオイママ以外では、まああまりないことだったので、次回からそうしてみたいと。でまたは、今後ですね、アンズちゃんにしろ、チャコちゃんにしても、譲渡会に行った時に同じような症状を出した場合ですね、ちょっとそれを対処方法として考えたいなと思います。よいしょ、今7時になっていてですね、昨日譲渡会で、まあ人間も猫も、猫って言ってもシオン君も疲れてですね、夜長時間、外に出すというのを、まあ、控えました。なので今シオン君は外に出たがっている感じになっています。まだですねご飯の用意は、できていないんですが、ちょっとジャン君とポンちゃんを、撫でながら、最近は先に撫でておいてそれからシオン君を出すというよりは、シオン君が割と穏やかにしてくれるので、シオン君外に出ながらもこの2匹を撫でるというふうにできていますということなので、この状態でちょっと出してみようかな。いいですかシオン君。はい、じゃあ行きましょうか。はい、アンズちゃんも出られるためにはなでなでに答えていただければ、はい、ちょっと待ってね。はい、チャコちゃんですか。はい、シアン君、まあ猫だから猫キックは当然なんでしょうけどね、あんまり過激なのは里親さんのところでびっくりされるといけないから穏やかにやろうね。まあ初めはでいいよ。
かかったまた。こっちゃん、ちゃこちゃん、はい、開けますよ。はい、お待たせ。お待たせしました。赤で食べれないラーメンね。はい。あら、ケージの中は一回掃除しているのに、また汚れたのね。拭くのにちょっとバタバタしちゃう。シオン君はまだまだカリカリをずっと